じゃあ次、兄貴、お願いします。こんばんは。まずですね、怪我明けからずっとメニュー出していただいて、3週間、1日も休みがない、メニューを作っていただきまして、まあ、その時はちょっと しんどかったんですけど、まあ、これもタクプロの何かの狙いがあるんだなっていうのを、まあ、いろいろ考えながらさせていただいた結果、5キロしか走らない日とかもあったとしても、筋肉だったりとか、長い距離を走っても、まあ、大丈夫だっていう感覚がつかめてきたっていうのと、あとは前にタクプロがお話しいただいてた同じペースでも条件によって変化するっていう言葉あったと思うんですけど、まさしくそれをすごく感じた練習だったなと感じました。まあ、ジョグが7分から6分っていう間でも、7分で走っててもめちゃめちゃきつい日もあれば、6分で走っててももう全然楽な日もあるしっていうところを感じたりとか、あとは翌日のメニューを頭に入れながら走ったりとか、週末に何をやるっていうのを頭に入れながら走ったりとか、その次の週にどれだけ疲労が残ってるかっていうのを、まあ、ある程度ノートを見てから走るようにして、考えれるようになった力がついたかなと思いました。で、悪かったところは、先週の土曜日にスクールを邪魔させていただきまして、またちょっと足を痛めました。医者に行ったら肉離れまではいかないんだけど、筋肉痛以上肉離れ以下っていうところで、ちょっと両足がもう触るだけでも痛い状態に今なってしまっています。ふくらはぎが。ただ、今日はもう全く痛くないっていうところで、接骨院に相談したら、まあ明日ぐらいから、まあ走っても大丈夫でしょうというふうに、診断していただいたんですけど、結果月曜から木曜、今日まで4日間も休んでしまっているというところで、またちょっと不安要素が出てきたりとかしてます。あとは、この間30キロ走、タクプロにいろいろずっとお話しいただきながら、どういうペースでというところで、初めて30キロであんなに楽な走り方ができたっていうことを感じれたので、やっぱり本当に同じ、条件でも、もう全然集団走で走るっていうところの違いさというか、まあ、体の楽さを改めて感じれたので、まあ、東京マラソンでは自分で会う人を見つけれるようにもしたいなというのも、まあ、一つためになったなと。で、同じく集団走で走ってても、歩幅が全然違う人と一緒に走ってると、ちょっと狂ってくるような感じがしたので、やっぱり歩幅あった人を探して走ったっていうことが、まあ、その30キロ走では一番良かったなって感じました。以上です。ありがとうございます。兄貴、足は大丈夫ですか？もう大丈夫だと思います。兄貴の場合は、肉離れを結構繰り返しちゃうタイプだと思うんですよ。原因というか、まあ、根っこの部分って何かっていうと、トレーニングに対してのイメージだと思うんですよ。それ、何かっていうと、兄貴の怪我が治ってから、兄貴に出したメニューって、多分、パッと見たとき、遅いな、多いなだったと思うんですよ。ペース的にはそんな速くないけど、なんかボリューム多いなみたいな。で、そうですね。それをやってる。ボディーブローみたいな感じで。はい。あ、そうです、そうです。で、それをこうやって積み上げていく自分があんまりイメージできなかったと思うんですよ。うん、この兄貴に出したメニューって、どっちかというと、自分的には、こういうことやってなかっただろうなっていうメニューを出したんですよ。兄貴が肉離れを繰り返してしまう根本的な原因になっている、練習のイメージ、練習に対する考え方みたいなところは、どういうことかっていうと、やっぱり、ちょっと強いトレーニングを、ちょっと苦しくて、早くて、なんかちょっとギュッとしたトレーニングをやることが、で、早くなっていく、強くなっていくものだっていう、兄貴にとってのトレーニングの当たり前になっているみたいな。でも、実は、そんなに一個一個の練習は、
ギュッときつくはないんだけど、ざっくり表現すると、全体的になんかダラダラとした練習。早くないけど長い。ずーっと10キロとか12キロとかが続くみたいな。そういう練習をコツコツ積み上げていくと、体って強くなっていくんだなとか、あ、これでもマラソンの記録伸びるんだなみたいな経験値を兄貴が積むことができたら、多分、もっと肉離れをするリスクは下げられるし、もっとスムーズに記録が伸ばせるようになると思うんですよ。だから、兄貴に出した練習メニューって、どっちかというと今までって高負荷のトレーニングをギュッとやって、で、ちょっと休んで休んで休んで、また高負荷のトレーニングギュッとやって、休んで休んでみたいな感じだったのを、今回出したメニューは、低負荷ボリュームっていうようなイメージで作ったんですよね。だから負荷、一個一個の負荷はすごく低いけど、なんかある程度のボリュームがダラダラ続くみたいな。で、これで結果が出れば、あ、そっか、そういう選択肢もあるんだっていう幅が広がることによって、引き出しが増えて、肉離れのリスクが高い高負荷じゃなくて、あ、なんかちょっと怪しいなと思ったら低負荷の方に転がしてみて、で、高負荷もたまにやってみて、みたいな感じが作れるんじゃないのかなと思ったので、ちょっとこういうアプローチのトレーニングを、やってみました。まあ実際やってみたら、少しずつ積み上がっていく感じは、掴めたと思うので、なので、ここから先も少しずつ、トレーニングのボリュームは落ちてくるので、ちょっとなんか足に不安があって、とは言っても、こういう経験値を積んだとは言っても、やっぱり兄貴の頭の中に強い練習をしないと、体力が落ちてくるんじゃないかみたいな不安があって、で走れない期間があって、マラソン大会が近づいてくると、なんかちょっと速いペースにトライしないと不安みたいなのとか、ちょっと苦しいところを踏み込んどかないと不安みたいなのが出てくると思うんですけど、まあそうじゃない選択肢もあるんだと思って、ちょっと慌てずに、ギリギリまでじっくり距離踏めればいいかなと思います。はい、めちゃめちゃそれあったんですけど、はい。今回のメニューでもうそれが捨てることができたんで、うん、まあ本当、まあ結果とかはね、まだわからないですけど、まあこういう本当に、こう、ジョグ、ジョグ、ジョグっていうのが、こう、後で来るんだなっていう、いい方向に来るんだなっていうのが、ある程度感じれてるんで、とりあえず東京マラソンが楽しみです。そうですね。なんかそういう、あ、これでも積み上がってくんだみたいな経験値ってすごく大事だと思うので、なので、今後も、あんまりそういう極端に強い練習とかにこだわらないで、毎日毎日積み上げていくジョギングでの走行距離っていうのも結構大事で、まあそれをやりながら、うん、怪我しない程度に強めの負荷をたまに入れ込んでいくようなアプローチで十分積み上がっていくと思うので、まあ東京マラソンで、兄貴のランニングが終わりではないので、東京マラソンが終わっても、こういう流れで、しっかり肉離れを繰り返さない練習の積み上げ方ってどうなんだろうみたいなものを探りながらやれるといいかなと思います。ちょっとしばらく、まだ足にダメージあると思うんで、あんまりペース上げず、焦らずじっくり、引き続き距離踏んでいきましょう。一応メニューでは、ちょっと刺激を入れるような、呼吸に刺激を入れるようなメニューが、レース2週間前ぐらいから入ってくるんですけど、まあ足の状態次第で、そこのペースはあんまり追わなくてもいいんで、ちょっとあんまりリスクを取りに行かないように安全に進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。